道の駅チャンネル。こんにちは、チア畑を運営しています株式会社アグリメディアの清田と申します。当社ではチア畑の運営の他に神奈川県唯一の村にある道の駅清川の運営もやっております。今回はここ道の駅清川に出荷されている農家さんの栽培のコツをお届けしたいというふうに思います。それではどうぞ。はい、じゃあこんにちは。私は道の駅へ出荷している山口と申します。今日はネギの栽培管理についてご紹介したいと思います。今日栽培するのは一本ネギと言いまして、種類は西田という品種です。この西田というネギは1本植えて2本ないし3本に分結します。非常に効率の良いネギで味も良いということで道の駅では評判です。そのネギの作り方についてこれからご紹介します。それでは一本ネギを植えます。はい、このネギは1本ずつ植えます。だいたい間隔は指3本ぐらいを開けて並べていきます。あまり土を深くかけない方が良いネギができます。土のかけすぎは根が分裂しませんので、この程度の土かけでいいです。これは西田ネギで2本ないし3本に分裂しますから、このくらいの間隔に植えていくのが一番いいですね。こういうことで今順に並べていきます。このネギの特に特徴は白いところが非常に長くできるということで、そして葉も柔らかいですから、白いところから葉の先まで全部貯めることができます。非常に品種としては高品種ですね。ぜひおすすめです。そして押さえて倒れないように軽く踏みしめておきます。そして今度は肥料です。肥料ですが、まず堆肥を施します。堆肥は非常に腐食してもうすっかり成熟している堆肥です。これを堆肥をこの根のそばに巻きます。こういう具合に巻いていきます。こんな感じでこういう具合でいいですね。そして化成肥料をこの上に巻きます。これが化成肥料ですね。市販で出てますね、窒素8、リン酸8、カリ分8、3要素8、8、8という化成肥料で、ホームセンターでどこでも売っております。これを巻きます。こういう具合ですね。そしてこの下へ藁を巻きます。この上に土を薄くかけますが、根のところへ藁を入れると根が呼吸して良い生育ができるということで、こういうふうに置いていきます。そしてこの上に軽く土をかけて、風に飛ばされない程度に土をかけます。ここに重しをしていく程度の土のかけ方です。これが秘訣です。そしてだんだん上に伸びるに従ってそちらから土をかけていきます。そうすると最後には山になるように、ですから肥料をやって土をかける、肥料をやって土をかける、3回ぐらいその繰り返しをします。肥料は先ほどの化成肥料をパラパラっと巻き土を寄せていくと。そしてだいたい9月頃までに3回ぐらい追肥をしますと、もう収穫までそのままで大丈夫ということになりますね。はい、これがネギの栽培の仕方です。今日はネギの栽培についてご紹介しましたが、このネギは10月11月頃にから収穫ができます。非常に美味しいネギですから、道の駅清川へおいでになったらぜひお持ちください。よろしくお願いします。それではこの番組が非常に楽しかったという場合には、番組の登録とそしてぜひ高評価をお願いします。よろしくお願いします。はい。